しくお願いします。はい、では行きましょう。ということで今日はボレー行きたいと思います。試合の中で頑張ってボレーしてるのになかなか決まらんなみたいなこと多いと思うんですね。私は多かったです。少しでもボレーをポイントにつなげるフットワーク、足運びの使い方、ボールへの入り方を今日はご紹介したいと思います。今日もトップジュニアの映像、それから今日はトッププロの映像も出てきます。それからいいお手本になりたい、なれない、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 なりたい、私の動画で紹介していきたいと思います。大きく3つに分けて紹介したいと思います。まずは足運びの仕方、動き方ご紹介します。それから2番目、ラリー中、ラリーの練習中にはどういう風に足をさばいていいのかなっていうところを紹介します。で3つ目、実戦の中で勢いのあるボールをどうやって打つのかというところを紹介していきたいと思います。では早速いきましょう。スタート。はい、必ず前へ移動しながらボレーをする意識を持ちましょう。こういうイメージです。ポイントは軸足の使い方、軸足を横とか後ろに出さずに斜め前から前方向に出していきます。こういう形です。つま先は斜め前を向けてあげると上半身がターンしやすいです。はい、試合の中で実際決めてるところです。もうしっかり前に移動してます。軸足が前に入った後、踏み込み足がさらに前という形になっていると思います。これですね、大きく2歩前にステップする、大きく前に2歩歩くようなイメージで軸足を前に取って飛び込んでいく、こういうイメージです。はい、では軸足が前に出なかった例出しましょう。こういう形で体ごと前に行けないので弾かれてしまいます。軸足をこう後ろに引いてしまっているのが分かると思います。軸足が前に出て体を前に持っていければ楽に決めれたと思います。以上が足運びの最初の紹介のところです。まあ、最後のね、人のミスをちょっと出すのはかわいそうなんですけれども、彼女もすごく毎日毎日気をつけて練習してると思います。でも試合のちょっとした局面で出すのはね、やっぱり本当に反復練習をたくさんやってメンタルも鍛えてということが必要になりますので、強くなってください。彼女は強くなると思います。はい、では実際ラリー中、普段ラリーで練習することをたくさんあると思いますので、ラリー中に今の足運びどういう風に応用して使えば癖が身につくのかっていうところをご紹介したいと思います。ビッグネームが出てきます。はい、では決めるシーンではなくて、ラリー中はどういう風にイメージして足を動かせばいいでしょうか。こういう形で歩幅は小さくていいので、軸足を前に出す習慣をつけるといいと思います。いきなり出ましたビッグネーム、 TM 選手のボレストです。よく見ると必ず軸足になる方の足、後ろ足を少し前に入れてます。同時につま先も横に向けながら前に入っているのが分かると思います。このようにラリー中でも基本的な動作を繰り返して体に前に飛び込んでいく癖をつけていきます。そうですね、つま先を少しターンしながら、キム選手の場合フォアの折れるグリップが厚いので、フォアはあまりターンしなくても打てますから、バックの軸足のつま先の向きの方がより横に向きます。フォアは若干斜め前かなという形でグリップが厚めなので打つことができます。単なるボレー対ストロークでも毎回しっかり足を動かして少しでも前に入る、少しでも前に入るというイメージでできるといいと思います。前に2歩歩くイメージです。これを素早く連続で行うことによっていいボレー対ストロークの練習ができると思います。はい、今みたいな形でボレーストをやる時でも細かく足動かして、少しでも前へ、少しでも前へっていう形、軸足を入れて踏み込み足を使う、最低2ステップを入れながら練習するといい癖が身につくと思います。つま先の向きもワンポイント気をつけるとね、いいと思います。はい、では最後、実践でどういう風に伸びるボレーを打つのかというところ、ではフットワークに的を絞っていきたいと思います。実践の中で気持ちよくバチンと決めるコツどうぞ。
さあ試合中なかなかボレーが決めれないという人はここをワンポイントチェックするといいと思います。踏み込み足の着地の瞬間です。このようにインパクトの瞬間、踏み込み足はまだ空中にあるケースが多いです。こういうイメージです。インパクトの瞬間はここですね。まだ踏み込み足は空中にあります。その方が前に飛び込んでいくような形で前で取れますし、ボールに力も加わりやすいです。はい、最後ちょっとした応用編です。これドロップボレーを打ってるシーンです。軸足からしっかり前に入ってボールに近づいているので、ノーマルで打つボールと打つ直前までどちらか区別がつきにくいです。しっかりボールにこういう形で入ることが大事です。はい、いかがだったでしょうか。以前ストロークでボールの入り方が大事ですよっていう動画を作りましたが、ボレーもすごく大事になります。ボレーの方がストロークよりも手の使い方というのはシンプルですから、より足運びをしっかりしてボールのところに入って、あと少しでもネットに近いところでボールを打つ、それからボールへ勢いをつけるフットワーク、踏み込み足の着地のタイミングができればシンプルに決まりやすいショットになります。特にボレーは勝負どころ、大事なところで勝負をかけて失敗するとすごくダメージ大きいです。その反面、綺麗に決まると流れもできやすいですし、雰囲気も良くなるし、いいことばっかりになります。ストロークのように使う頻度が多くないですから、普段から身につけておかないと、普段からいい癖をつけておかないと悔やむことになります。あそこであと少し踏み込めたらっていうところを後悔しないためにも、普段の練習から気をつけて踏み込んでいく、ボールに入っていく、足をさばいていくところができるといいと思います。頑張ってください。それではまた。